はい、どうも、塾長の矢口です。どうも、こんにちは。花粉がめちゃくちゃ飛んでいて、熱が僕、昔出たことあるんですよ。なので、ちょっとね、花粉の時期はすごく気を使うんですけど、ちょっとやっぱり体調も少しずつ受験期が近いっていうのもあって、悪くはなってるんですけども、もうあと1週間なんで、頑張っていきたいと思います。ですね、YouTube の方でちょっと質問がありました。中3の子だと思うんですけども、高校入って、自分の志望とは違うところに行かなきゃいけないっていう話だと思うんですけども、それで、高校入ってどういった勉強をしていったらいいかとか、自分が望んでるわけではないところに行かなきゃいけないっていう気持ちも含めて、どうしていったらいいかっていうのご質問が何件か来てたので、それについてちょっとお答えしていきたいかなと思います。自分が志望してない学校に行くっていうことに関しては、それは、正直成績が上がらなかったとか、実力不足だったとかいろいろなことがあって、自分自身が望んでないところに行くっていうこともあると思うんですけども、ただ何が大事かって言いますと、基本的には学校に入って自分が何をするかっていうのが大事であるので、なので成績が優秀な学校に入って、下から何番目っていうのも、可能性としてあるわけで、下の学校に入ってても学年1位とか取ってるっていう子もいたりとかするので、なのでそれは学校に入ってそれでどうするかっていうのが大事かなと思います。であとはやっぱり私立と公立で、公立を望んでたけども私立行かなきゃいけないで親にちょっと負担がかかってしまってっていうのあると思うんですけど、基本的にそういった気持ちが出るっていうのは親孝行っていうのがあるので、なのですごくいい考えだとは思うんですけども、ただ何がそういった原因になったかっていうのはやっぱり自分が勉強してなかったとか自分自身の実力不足だったっていうのがあると思うんですよ。でそこを悲観するんじゃなくて、例えば大学受験だったりとか専門学校でも何でもいいと思うんですけど、その先に自分自身が親に対してどういった気持ちで返していくのかっていうのが大事かなと思います。もちろん親に迷惑かけるっていう気持ちで、悲観しながら私立行くっていう子何人も、僕の塾でも話を聞いてます。ただ基本的にはやっぱり思うのは、自分自身がもし私立、望んでない学校に行くっていうことに対して、負い目があるんであれば、それを数年後、大学受験3年後だったりとかするんですけど、そういったもので巻き返すっていう気持ちで過ごしていけばいいかなって思います。人生長いんで、なんでこれで終わったっていう考えは、学生の時は出ちゃうかもしれないんですけど、基本的に長く5年後10年後大学受験成功した子が全部幸せかっていうとそういったわけではないので、なのでまずはそこら辺を勘違いせずに、あとは悲観せずに、まずは前に進むことが大事かなと思います。で前に進むといっても何をしたらいいのかっていう、これもご質問でいただいてたんですけども、いい質問かなと。僕自身もそうだった時期があります。何していいか分かんなくて空回りしてたっていう時期があります。こういうのは塾の先生とか学校の先生に聞くっていうのが一番いいかなとは思います。で僕から一つだけ言っておきますと、基本的には予習はしない方がいいです。なんでかっていうのはもう空回りするから、これをやらなきゃいけないっていうのが初めて分かってからするものであって、これした方がいいかなとか先回りしようっていう考えでやっちゃうと、結局それ使わなかったりとか、あとは使ったとしても変な癖がついてたりとかするので、なので高校行く前に何しておかなきゃいけないかっていうのは、例えば英単語を覚えるとか、英単語は中学と高校同じものを使うので、なので英単語を覚えるとか、あとは数学でいうと計算をやっておくとか、そういった高校につながる分野だけをやっておくのがいいかなと思います。今一生懸命頑張ってる理科とか社会とか、数学の掃除とか演習学の定理とか、そういったものは基本的に高校ではあまり使わないです。使わないし、もう先使ったとしても結構先入れだし、使い方がちょっと違うので、なんであんまりつながらないって思った方がいいと思います。かといって塾とかの先取り講座とかっていうのはあんまりおすすめしないです。なんでかっていうのは大体復習が入っているからです。先ほど申し上げたんですけど、中学校と高校全然内容が違うので、なんで先取りって言っても復習をメインにしているところだとあんまり意味がないです。塾とか、学校とかでそういったのを、宿題としてサボらないようにって春休み出してくるとこありますけども、
あんまり僕はおすすめしないです。つながるやつだけはしっかりやった方がいいと思いますけども、それ以外はやらなくてもいいと思います。で、高校入ったらの話なんですけど、高校入ったら、どうしていったらいいかっていうのは、基本的には復習をメインに、あとは今日やったものをメモする。そうすると復習スケジュール管理がしやすいので、1日どれぐらい勉強したらいいですかっていうのは、基本的には3時間。これをまずは目標にすることが大事です。なんで椅子に座ってる時間でもいいんで、まず最初は3時間。あとは高校入ってすぐは勉強する場所をまず探してください。家じゃなくて。図書館でも、どこでもいいんで、まず勉強する場所を探せば勉強するようになってくるんで、勉強する場所が確保できてない子は、基本的には勉強習慣もついてこないんです。なのでまずそこを大事にしていくと、ステップアップしていくっていう形になります。この時期やっぱり合格不合格っていうので、現実的にこう行きたい学校行けなかった学校っていうので、悩んだりとか、悲しんだりとかする子が多いんですけど、正直4月とか5月に入ってきたらもうほとんど忘れてる、その忘れてるっていうのが一番良くない。僕は忘れないぞって思ってても大体忘れてくるので、ただ数年後に巻き返すぞとか、数年後に今の悔しい思いを晴らすぞっていう気持ちでやっぱり進むのが大事かなと思うので、なんで悲観してるっていうのはもう一時っていうのが一番良くないと思うので、まずはそこを進んでいくっていうのが大事かなと思ってます。僕らの塾でもやっぱり行きたいって思ってる子に対していろいろやってますけども、結果がどう出るかっていうのはちょっと本当に僕も読めないっていうところがあります。それに対してダメだったって言って泣いてる子もいますけども、ただやっぱり僕らも塾講師としてダメだったらじゃあ次にステップアップなり次に進むっていうことを考えてアドバイスしたりとか、サポートしたりとかもするので、特に井の塾の場合は卒業生に関しても質問を受け付けたりとかテストを持ってきてもらって診断したりとかっていうのは毎回やってます。毎回というかいつ来てもいいんですけども、なのでなるべく一歩ずつ一歩ずつダメだったって言っても進んでいくっていうのが大事かなと思います。以上です。